どうも、奈良コミの高です。今回はたこ焼きを食べに行きたいと思います。たこ焼き、イエーイ。金本駅周辺にあるたこ焼き屋さんで、車で前を通るたびに気になっていたお店。以前たこ焼き特集の動画を出した際にいろいろ調べていて、絶対に近く通ったら行こうって思ってました。こちらのたこ焼き屋さんも少し変わった味付けがあるのだとか、今回はそちらの味を食べたいと思います。現在、桜井田原本王子線を田原本駅方面に走行中。もう少しで到着です。早速行ってみたいと思います。今回お伺いさせていただいたのは、奈良県四季郡田原本町にあるぼちぼちのたこ焼き屋田原本店さん。たこ焼きのみならずメニューも豊富で、お酒も飲めていい感じ。店名は略してぼちたこ、いいね。テイクアウトのみならず店内でも食べることができる。しかも店内限定のいろんな味が楽しめるたこ焼きが、めっちゃ贅沢やん。今回注文したのはたこ焼き8個入りで塩マヨ味。塩は岩塩を使ってくれています。絶対にうまいやつ。はい、ということで食べていきたいと思うんですけども、ちょっと普段と違うねカメラ使ってるんで、音声の方がねちょっとね変かもしれないんですけど、その点だけご了承ください。じゃあ早速たこ焼き食べていきます。あ、香りがいいね。いただきます。うまっ。あ、うまー。このね、塩をねチョイスすることによって、たこ焼き自体の味がさらになんかこううまみが増すというか、めちゃくちゃうまみがねじゅわーっと口の中で広がるんで、これはうまいですね。もっとマヨネーズがガツンとくるんかなと思ったんですけど、意外にマヨネーズはそんな強く来ないですね。カメラじゃ分かりにくいけど、結構大きいたこなんですよねこれ。うん、すごいプリプリ、歯ごたえがすごいある。しっかり岩塩の、ね、しょっぱさっていうのも感じるんですけど、しょっぱいというよりはなんかより旨味を増してる感じがするんで、すごく美味しいし、表面も中身もふわふわでトロトロなんですよね。なんかソースの味とかよりもなんか素材そのものの味をね楽しみたい方はね、こちらのね塩マヨを選んでもらった方がいいのかなと思いましたね。奈良コミ。はい、てなわけでぼちぼちのたこ焼き田原本店さんの方でたこ焼きいただいたんですけども、うまかったですね。最高ということでね、こちらのお店なんですけども、今回はね田原本の方にお伺いさせていただいたんですが、神巻町の方にもお店があるということです。テイクアウトのみならず店内で食べることもできまして、店内限定のメニューなんかもございます。いろんなね味のたこ焼きが食べれるメニューもあるので、ゆっくり食べれる方は店内で食べてもらうことをお勧めします。今回ね店主さんがねおすすめということでね、塩マヨをね食べさせていただいたんですけども、いろんな味がありまして、もちろんオーソドックスなソースであったりとか、醤油マヨとか七味マヨ、またあと何も塗らないっていうのもございます。塩マヨといってもマヨネーズのね味がガツンとくるのではなくて、結構塩のねしょっぱさっていうのもねガツンときて、よりたこ焼きの旨味とかコクをね引き出してくれてて、すごく美味しかったです。他にもねお好み焼きであったり、焼きそばであったり、冷ややっこであったりとか、メニューも豊富です。またこちらねドリンクはタピオカドリンクなんかも押されてて、コーラのタピオカドリンクであったりとか、カルピスのタピオカドリンクであったりとか、他ではあんまり見ないタピオカドリンクもあったので、ちょっとそこも気になりました。またこちらねお酒もね提供してくださってるので、店内でねたこ焼きをつまみにとか、焼きそばとかそういったものをつまみにね食べてもらうのもおすすめかなと思います。こちら駅からもすぐの場所になりますし、駐車場に関しましてもお店の裏側に駐車場ございますので、ぜひねそちら止めてもらえたらと思います。はい、ということでまあ今回はこんな感じで終わりたいなと思います。他にもいろんなお店が知りたいと思った方は、チャンネル登録、高評価、ベルマークの方ポチッとお願いいたします。あと Twitter、インスタ、グッズ販売等も行っておりますので、概要欄の方確認お願いいたします。本日のタカの一言、ぼちぼちのって味は絶品やん。次回の動画でお会いしましょう。バイ。